歌っちゃったね、困ったね。歌はね初めての体験だったんですよ。で、なんだろう、こう1週間ぐらい前かな、ボイストレーニングを、先生にやっていただきまして、それでこうちょっとその1週間ぐらいは家でね一人で歌をね練習しちゃうっていう、ちょっとなんか本当貴重な体験をしつつ、でいざレコーディングの段になって、ドキドキしてね、で緊張してるって言われて、あ、俺やっぱ歌はダメかもしれないですねって結構こう 弱音を吐いてたんですよね。だけどまあそういう風にこうなんかやってすぐ、じゃあちょっと一回聴かせてくれるなって言って、で歌ったらやっぱなんていうのかな、本当にプロの方がガーンとスタジオがあって、それで僕はあの個室みたいなところでヘッドホンつけて、ここでなんかこうカチッ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 とかいう音のあれを耳の中で聞きながら、こうリズムを合わせながら、あ、じゃあ行ってみましょうかなんていう話になって、やべえ俺プロっぽいぜとか思ってちょっと嬉しかったですね。それだからなんていうのかな、で結構なんだろう、曲もロックっぽい感じが、最初本地さんっていうこの僕の曲を担当してくださった方が、初めてお会いした時に、朝倉武史ってこうちょっとリズムがあってさ、なんていうのかな、ヒップホップっていうかラップっぽいよねイメージはって言うんですよ。それで僕はやばい、俺の人生にヒップホップやラップはねえぞと思いまして、すいません、ラップやヒップホップは僕ちょっとったら、え、そうですかね、イライラするぜとかそういう感じだと思うんだけどとか言われちゃって、で、あ、申し訳ない、それだったらちょっと僕できないかもしれないですって言ったら、どういうのができるって言ったら、じゃあロックだったらって言っちゃったので、もう一生懸命ロックに作っていただいて、で曲はそういうかっこいい感じで、で詞もその朝倉の、気持ちにすごく近いものを、出してきていただいたので、なんかこう朝倉武史っぽいイメージっていうかな、そういう感じでやれたのかな。で意外にこう自慢じゃないけどさ3回ぐらいで終わっちゃったんだよねっていうか自慢なんだけどさなんですごく楽しかったっていう印象です。本当にエビックさんありがとうございました。